せーの、作新太郎です。作新城です。今日は前の動画で、先生が5段階の愛機を見せてくれたんですが、4段階目がそのなんか意識を使うのを見せてたんです。どう使うっていうのが難しいと思いましたね。まあ、どうなんですか、まあ、あれ、まあ、1段階は普通に直しないやつで、2段階目は深層筋をこういろいろいろんな部位を中から使うっていう感覚をし、で3段階目がその深層筋を使う感覚を今度力を抜くっていう、で4段階目は意識してやったんですが、で、まあ、過去動画でもやったことあるけど、まず、まあ、意識はもう絶対にないけど5段階全てに意識が働いてるのは絶対に。でまあ、まだまだ浅はかやけど、人間にはやっぱ意識と自分が意識できる意識と、意識できない無意識があってね。あ、無意識。そうそう。で、まあ、多分そういうところも関わってくると思うんやけど、で、まあ、とにかくその無意識であり意識であり働いた方がイメージなのいろんな活動ができるわけで、でその技がまずこう相手と向き合った時に自分の意識っていうのが相手に向いてるわけよ。そう。で、まあ、相手も、まあ、ジロちゃんも俺に向いてるわけ。で、そこで何かをするんだったら、相手の意識が自分に向かってくるから、自分もその意識、肉体も対応してるけど、意識的にも対応してる。パンチをしてやろうっていう意識に対して、パンチをじゃあ、受けてやろうとか、避けてやろうっていう意識も働かせて、意識でもぶつかってるっていうことですよね。だから、そのパンチが来た瞬間に、どうか全然関係ないところを見てしまう。ジロちゃんが手術するのを全く気にしないっていうふうに、完全に意識をジロちゃんのパンチから全然違うところにやっちゃうってやると、体をこうやってジロちゃんのパンチに投げるという意識でも人間が接触してるから、これが急に。ぶつかってる意識がパコッと消えたみたいになって、外れるんですよ。だから神経にパンチを打ってきて、こういうふうに意識がぶつかってるからちゃんと打てる。あ、完全に予測しちゃうとこういうふうになるんだ。こうやってそうこう目がけてパンチを打ってきたやつをこう避けられるパンチがついていけないなという人に急にあって止まっちゃうのと同じでパンツの上に来てると予測するとなぜか急になる。それがやんわりとでも予測しているつもりでジロちゃんに意識が残っているとここは来ちゃうんですね。届いちゃうしちゃんと当てに来るんだね。こういうバッとこういうふうに当てに来たやつがこれを予測、完全に予測しちゃうと止まるんですね。でも、ただでも予測しても、今意識を残してるから当たるんですね、これは。予測してるけど、意識がちょっと状態に向いてる。そうすると、意識が外れてないから当ててるだけ。けど、意識が向いてて、完全に僕の中にジロちゃんがいないっていう。そうするとあってこうあって止まるしかなんか反射が起きてしまうっていう。でそれを今パンチを着てこういう風に着たやつを見たまんまで意識を外すっていう風にやるんですね。これはやっぱり稽古して自分でやっぱこの本当によそ見下には完全に意識切るよ、だから、よそ見したかのようにこう見てるけど、もう意識を切るっていうこの感覚がつかないんだよ。それと、なんか稽古をしてるのか、それは難しいです。こうやって身についたんだよ。そういえば組手とかね。組手とかでやっぱり今、段階で言えばパンチが来た、昔説明したけど、今、ジロちゃんがパンチを打ってきたときには、ここにジロちゃんの意識がついた。ここで当てようとか思ってるわけ。だから、ここにあるわけで、それに対して一番反射するのは、ここでパンチを受けると。ここにやると、一番意識がこっちかってくる。それが、ちょっとここ、手首になったとか、肘当たりになったとか、この
もうこの二度腕中この辺だったとかっていうとこんだけで少し意識がずれる。でも実際は記憶があると怖いから絶対自分もここに意識が向いちゃうんだけど、それをやっぱ稽古でスッとこうスッとこういうところに散らしていくと本当にもうここを無視する、このすり抜けたここを無視するっていう、どれだけ無視できるかっていう、そういうこと。それがここを始めから受けると思っててもここを気にして受けるとやっぱこれは意識がずらしないと、はい、全くこの無視してここを受ける、そうするとこういうふうにちょっと崩れる。でそういう傾向していくとだからあとのパンチを無視するっていうことがもうできるようになってくる。なんてやつもさっき見ていて、そういう、まあそう、まあ、パンチをだから自分がどこでどこに意識を向けて受けてるかっていうパンチを受ける、やっぱり来たこの先端を意識して受けるってことは自分がこれミットも同じミットでこう受けるんですよ。でもまあ、ジロータはここに意識があるからここに目がけてパチッと受ける。これはこっちも見たらここに意識があるからバンと打てると、おここは意識がないよ、ここをやられると、今ここにあるからここないからこうやると楽になっちゃう。そんな感じで、まあ、なるほどですね、こういうパンチとかやってもらって、その相手の意識に対してここを見ないでどっか違うとこをさばくとかっていう練習を、まあ、作新館でもやってないけど、まあ、でもちょっとちゃんと受けるとこやってやろうって言ってるけど、まあ、そういうふうにやっていくと、だから相手と合ってる状態、合ってる状態、ちょっとずれたかなりずれたっていうふうにやってて、そのうちもこれを完全にもう目つぶっていくようにしてるんですね。目つぶって、はあ、そういうふうにやると、はあ、でも目つぶってもやっぱパンチくるっていう意識が残ってると、はあ、確かに完全にもうないっていうふうにできるんです。よかったらやってみてください。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。